カクテルアワード2019は春夢。キジヤアスカと申します。バーテンダーをさせていただいております。サントリーのカクテルアワードとはとても大きい舞台で注目度も高い大会だと認識をしておりまして、バーテンダーとしても一つ大きな経験になりますし、自信にもなりますし、今後のキャリアにもこうつながる一つの節目になるんじゃないかなと思っております。サントリーさんのイメージとしては常にこう日本の酒文化の最先端を行かれている会社というイメージがあります。サントリーカクテルアンバサダーの経験を通して、そこで学んだ技術や経験、そういったものをお客様にこう伝えることができ、より良いバーテンダーにさせていただける一つの良いきっかけとなるのではないかと思っております。